トヨタにとってチャレンジとは未知の領域に入ることであり、次の時代を作るために提案することです。トヨタが発表した FCV 燃料電池車は実際に製品化される直前の試作車ですが、水素満タンの状態で 700km 走ることができます。トヨタはこの燃料電池車を国内で今年度中に販売する予定です。価格は700万円程度になる見込みで、当面は水素を供給するインフラが整備される予定の首都圏や中部、関西、北九州を中心に販売します。燃料電池車は水素ガスと空気中の酸素を反応させて電気を生み出し、次世代のエコカーの本命とされています。ホンダも2015年中に一般販売を開始する予定で、普及が進めば車両価格が下がると見られます。